じゃあ今日はちょっとイウッドボールでこの後対戦していきたいなと思うんですけど、まあ、せっかくなんでちょっと僕が勝ったらなんかお二人からプレゼントをなんかいただきたいなと思ってるんですけど、2人のサイン入りユニフォームとかでいいですかね。調子見ろよちゃんと。おいおっと、かっくんかっくん、絶不調。俺のところじゃピエロスで。いや、いけいけ、まだだ。俺不調俺だけ不調っすよ。いや、まだ、いいですか。そのオレンジはいける、赤じゃない。いけますこっちっすわ。おがっあだって、まあ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 、ちょっと2人とやばい。あー、マジでやばい。ここチョンくる。あー、マジでやばい。だお待って、うますぎやろ。オーケーうわー、やれた。いや、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。1本目、どうでした。いやもう、ボッコボコにやられましたね。もうめちゃくちゃ強かったです。もう勝てる気しなかったですね。やっぱもう、負けてたんでシュート打たないから点取れないなと思ってたんですけど、そうですよね。パスばっかして、ゴール前の落ち着きがまだ足りなかった。そういうとこですね。実際の試合と似てましたね。そのゴール前での落ち着きはなかったですね。ヒカクさん、どうでした、対戦されて。久しぶりなんですけど、パス回しとかは多分結構昔やってたんだろうなっていう感じはすごいありました。対戦しててすごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ2試合目いきますか。いきます。水田選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、紫です。作戦とかありますか。作戦は積極的にシュートを打っていこう作戦です。入んなくても切ることで相手の攻撃させないのが今回の作戦ですかね。いきます。僕が叩き取ります。じゃあよろしくお願いします。お願いします。やばいっすよ、もう最初あるえマジある。いや、え、なんかいけそう。あら、多いなぁ相手。11人以上いるなぁ相手多分。さすがに無理か。やばい、おっさい。いやー、奥かな、これは。え、ないの。よし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 。焦ってる。駆け引き勝ちました、今。おっさいよっていう言葉で。あ、こういうのやばいっすよ。大丈夫、大丈夫。早いっすよ。大丈夫。早いんすよ。早いんすよ。えぐい。大丈夫。ね、マジでいい勝負だよ。あーシュートゼロだ。いやー、でも支配率ではこっちが勝ってますね。まあ、非常に中後半やっぱこれはもう次の1点で決まりそうな空気がありますね、ほんと。お願いします。お願いします。いや、いいっす、マジで。危ない。道具、道具。うわー、惜しい。そうなんす。え、ある。あ、来た。あぶない、あぶない。うん、うまくワンタッチ。え、うまっ。いや、大丈夫。そう、何やない。おう、ない。いやー、ケンスケ。いやー、ケンスケ。やばい。点が入らない。来た、いけ。マジで俺、いい。いや、このサイロの使い方がめっちゃ上手いですよね、さっきから。あ、マジで俺。あ、来た。これまずい。これまずい。あー、シュートが。コーナー、コーナー。やばい、引き出されてる。それは大丈夫。いや、待って、いいとこ。え、いくい。マジやばい。いやー、そんな。集中、集中、頑張れ。
いい、マジで来た。来た来た来た。これやばい。あ、これまずい。と、うわー、左スライドだった。ちょ、もう一個くださいったら渡したりだ。うわー、ちょっと慌てちゃいましたね。ここは多分これもう一個。これで、いや本当だ。チャージ組みましたよ。いけたね。行けました。やたらこの日だ。時間がもないですよね。これ。ある。ある、マジである。うわあ。ある、マジである。うわあ。そら地面叩きたくなるよ。行くのか。最後やばいですよ。ある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 。やばい、これ。これやばい。俺。危ねえ。え、俺？うん。いや終わりだなこれ多分。いや、あるっすよ。やばい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 、マジでやばい、やばいやばいやばい、マジでやばい。間に合う間に合う。え、もうロスの木。いや、大丈夫大丈夫。うわぁ、いや、大丈夫大丈夫。うわぁ、うわぁ、ロスタイム3分オーバーします。ダメでしょ、これ。いやぁ、マイク持っちゃダメでしょ。そこ、マジか。これはちょっと危険でした。守れたと思ったんだけどな。これは最後にラッキーが来ました。いやー惜しかったな。マジか。ありがとうございました。最後やれたし、支配率も勝ってる。あとは決定力。結構内容的には負けてましたね、この試合は。いやー1点取りたいですね。はい、ちょっとやっぱ点取りたいんで、はいはいはい、ちょっともう1試合だけお願いしてもいいですか。やりましょう、ぜひ。いいですか、お願いします。ありがとうございます。ちなみにどちらがプレイされます。あ、もう選手で。いや、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あ、じゃあ途中で変わります。じゃあ前半までで点入らなかったら俺変わる。あ、そうですね。よろしくお願いします。待って、バカ声。待って待って待って。あ、これはちょっと待って。押すね。いや待て、ちょっと待って、それだけは無理だな。ほんまそれだけはダメだって。ちょっとね、消してくる。あぶねめっちゃ出てくるんだけど。キーパー暴走してるやん。いいね。強すぎでしょ。あ、こっちは。マジで守ってくれ。ダブダブキャッチ。ちょっと待って。マジやめて、やめて。ちょっと待って。ちょっと待って。マジやめて、やめて。ちょっと待って。ちょっと上手すぎた。今キーパーまたちょっと出てなかった。出てましたね。ちょっとだけ出てましたね。キーパー出たよ一瞬多分。ほら。いや、上手すぎでしょ。もうこの瞬間に終わりですか。はい、終わりなんです。じゃあ V ゴールですよね、これ。 V ゴール。せっかくなんで三ツ矢さんどうすか、最後いいですか。 やりますね。やりましょう。ぜひお願いします。僕の分まで叩き取ります。お願いします。お願いします。取れそうで取れない。ギリ取れないって言ってます。いい。いやー、やばいこれ。え？あー、結構当たんないか。あのね。そうだね。そうだね。そう。そうなんだ。やばい。うわ。大丈夫。うわ。大丈夫。うまい。
大丈夫。えぐい、うまい、それはえぐい、えぐい、森田秀政選手、この森田選手から南野選手、森田選手、自分の先輩なんですけど、大丈夫。いやー、ありがとうございました。した乾杯です。いやー、最後はなんか結構綺麗に決められてよかったです。いやもうめちゃくちゃうまいです。じゃあ一応僕が勝利したということで、お二人のサイン入りユニフォームを視聴者の皆様に1名プレゼントしたいなと思います。大丈夫でしょうか。はい、はい。じゃあ応募方法は、先日の体験会でも同じくスポンサーになっていただいたメガエックさんの公式ツイッターから告知がされて、フォローとリツイートで応募完了で、当選者には DM が届きますので、皆さんぜひメガエックさんのツイッターチェックしてみてください。ありがとうございます。じゃあ今日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。